お姉さん、今年はいつ頃帰ってきますか？いつも突然なので、お料理の準備が間に合わなくて、一応予定を聞きたいのですが。ずいぶん変な質問するのね。実家にいつ帰ろうが、私の勝手だし、あなたに教える義理はないじゃない。勝手に居候しておいて、自分の家みたいに言うのやめてくれる？ずうずうしいよ、通り越して。厚かましいわ。ま、そういう性格だから仕事も辞めさせられたんでしょ？仕事は辞めざるを得なかったことは、お姉さんも知っているはずですが。うるさい。弟嫁の分際で、生意気言わないでもらえるかしら？だいたい、ムカつくのよね。赤の他人が私の家にいるっていうのが、仕事も辞めさせられて、人として終わってるのに、夫の実家に転がり込むってどんな教育受けたの？ほんと、親の顔が見てみたいわ。精神的に未熟なのかしら。お姉さんが私のことをよく思っていないのはわかりました。とにかく、せめて日にちだけでも教えてください。買い出しの都合がありますので。何か勘違いしてるみたいだけど、別にあなたのことを嫌っているわけじゃないわ。私は、精神的に子供なあなたに、わざわざ大人の考えを教えてあげているだけよ。だいたい、あんたが私の家で好き勝手しているのは知ってるの。お父さんたちも甘いんだから。好き勝手ですか？そうよ。その証拠に勝手に部屋に鍵をつけたでしょ。去年あんたの部屋に鍵がつけられてて不愉快だったの。居候の分際で家に手を加えるなんて。あれは、もともとあった鍵がずっと壊れていたので直しただけです。私だってほとんど使いませんし。ああ言えばこういう。もうほんと、子供じゃないんだからやめてくれない？あかねさん、優しく言われているうちに身の程わきまえて学習すべきよ。今の今まで優しく言われたことは一度もないのですが。まあ、人の行為を否定して踏みつけるなんて最低ね。ならはっきり言ってあげるけど、仕事もしていない寄生虫が偉そうにしちゃダメなのよ。仕事もしてあんたよりも稼いで、さらに美人の私は敬われて当然なのに、それすらしないなんて自分の立場もわかってないのね。とにかくあんたは私の言うことに絶対服従なの。なんたって弟嫁なんだから。よくも私にあんなもの食わせたわね。私が嫌いだからって嫌がらせにも程があるわ。嫌がらせなんてしていません。むしろひどいことをしたのはそっちじゃないですか。ひどいこと？え？何のことよ。被害者は私なのにそんなこと言うなんて、ものすごい被害妄想ね。頭、大丈夫？よく言いますね。今日突然帰ってきたお姉さんが、長旅で疲れたからさっさと夕飯を用意しなさいって言うから、急いで食事を作ったのに、それをあんなひどいこと言って。ひどいことって、本当のことを言ったまでじゃない。だってあなた料理、とてもじゃないけど食べられないものだったわ。だから言ってあげたのよ、まずいわ。豚の餌でももっとうまいわよってね。本当のことを言われて逆切れなんて、ほんとお子ちゃまなんだから。お口に合わなくてまずいと言われるのはまだ我慢できます。でも、だからって、作った味噌汁を頭にかけてくるのは非常識すぎます。え？あなた、それ本気で言ってるの？非常識なのは、兄嫁に敬意も払わず嫌がらせをするそっちの方よ。まったく。自分の思い通りにならないとすぐに人を批判して、挙句の果てに非常識だなんて、ひどい言われようね。私は嫌がらせを受けた被害者なのに。だから、嫌がらせなんてしていません。しらばっくれちゃって。料理がうまいって両親が言っていたけど、私の料理だけわざとまずく作ったでしょ。せっかく帰省したんだから、A5 ランクの肉くらい出せよ。くっそまずい料理出した罰に味噌汁ぶっかけたまで。君の人生は終わりだ。え？すまない、茜さん。さっきは勝手に返信してしまって。いいんです、お父さん。スマホを見られた時は焦ってしまいましたが、
怒ってくださりありがとうございます。当たり前じゃないか。あかねさんが理不尽な思いをしているのに、どうしても耐えられず、大人げないことをしてしまった。それにしても、まさこはいつもあかねさんにあんな態度なのか？二人でいるときは仲良くしているように見えたのだが。お父さんたちの前では、仲のいいふりをされていました。でも実際は帰省するたびに、お姉さんにこき使われていたんです。弟嫁は兄嫁の言うことは何でも聞くものなんだって。言い返しても子供扱いされるだけでやめてもらえなくて。なぜそれを早く相談しなかったんだい？お父さんの娘さんを悪く言いたくなかったんです。家族を悪く言われて気分のいい人はいませんし。私のことまで気にかけてくれてありがとう、茜さん。でも、君がそんな気遣いをする必要はないんだ。ですが。なら、こうしよう。君が変な気遣いはしなくて済むようにするよ。え？君だって私の娘だ。娘の傷つく姿は見たくないからね。あかねさん、今日隣町にショッピングに行くから車出してね。10分後には行くから、早くしてよ。お姉さん、私に頼み事をする前に先に言うことがあるのではないですか？え？何のこと？別にあなたに言うことなんてないけど。とぼけないでください。昨日味噌汁をかけてきたじゃないですか。それなのに謝罪もなしに当たり前のように頼み事をしてきて。なんであなたの言うことをこれ以上聞かないといけないんですか？何よ。たかだかそんなことでいちいち怒鳴ってこないで。ほんと精神年齢が子供ね。嫌なことがあると癇癪を起こすなんて、あなたいくつ？もう少し大人になりなさいよ。そんなんだから社会でやっていけなくなるのよ。そもそも、なんでお姉さんはそんなに私を見下すんですか？確かに私はお姉さんの後に結婚してきました。でも、たった一年の差ですよね。見下すも何も、実際あなたは私の下じゃない。え？私の夫は優秀でエリートだけど、弟はデクの坊ね。こんな使えないおバカな嫁と結婚するんだから。いい加減にしてください！私の大切な人まで侮辱するなんて。あー、やだやだ。また癇癪？どなればいいってわけじゃないのよ。いつになったら学習してくれるのやら。とにかく、早く車を用意してちょうだい。弟嫁は絶対服従が基本だって言うのに。こんなに言われてもまだ家を追い出さない私って、優しいわよね。あんた、なんてことしてくれたのよ！こんにちは、お姉さん。そんなに怒ってどうされたんですか？しらばっくれるな。なんなのよ、あれ。被害届が出されてるって連絡が来たのよ。あんたの仕業ね。ああ、その件ですか。お姉さんからは普段いろんなことをされていましたが、昨日の件で私も我慢するのをやめようと思いまして。お父さんからも私が我慢することはないって言ってもらいましたし。はあ？お父さんがなんであんたの味方をするのよ。お得意のダダでもこねてお父さんを困らせたんでしょ。いい加減にして。子供っぽいとは思ったけど、やってることが幼すぎるわ。大人になりなさいよ。ずっと思っていたんですが、お姉さんは私のことを精神的に未熟な子供のような人間と思っていますよね。そうよ。だってあなた、嫌なことがあるとすぐ何かと言い訳をしてやろうとしないし、すぐに怒ってダダをこねるじゃない。時には嘘すら平気でついて。子供よりたちが悪いもの。それ、全部お姉さんが私にやってることですよ。はあ？何言ってるのよ。私はそんな子供みたいなことしてないわよ。だってお姉さん、平気で嘘をついてるじゃないですか。私のことを仕事を辞めさせられた居候って言いましたけど、お姉さんだって本当は仕事をしてない専業主婦ですし、もちろん専業主婦も立派なお仕事です。でも、お姉さんは家事をしたくないからって、家事代行やらエステにお金を使いまくっているの知ってますからね。なんでそのことを？お姉さんの旦那さん、お兄さんがお姉さんの金遣いの荒さに困っているって、お母さんに相談していましたから。あんた、盗み聞きしてたのね。なんて品のない人なのかしら。いや、盗み聞くも何も、お母さんのお世話をしているのは私ですよ。あ？お母さんは去年から足を悪くして、生活に支障が出たじゃないですか。
だから私が仕事を辞めてお母さんの介護をやっているんです。お姉さんが介護なんてするかって言って、ご実家のことをすべて放り投げたから。だから、お母さんが誰と何を話しているかというのは筒抜けなんです。もちろん、お母さんが席を外してくれと言ったら外しますけど。そんなことって。お姉さんが親の前で恥をかかないように今まで黙っていましたが、その努力も無駄だったみたいですね。これまでずっと耐えていましたが、お姉さんは一度も自分の行いを改めませんでしたし。行いを改める？私は何も悪いことはしてないわ。お金のことだってそれは夫婦の問題。他人が口を挟むな。確かにそうですね。でも私が言っているのはその件じゃありません。え？お姉さんは私のこと奴隷のように使ってきたじゃないですか。半年に一回は帰省してきて、その度に車を出せだの荷物を持てなど、まるで付き人のように命令してきて、これだけならまだ帰省の時だけと我慢できましたけど、お姉さんが帰ってくるたびに私の部屋のブランドバッグや宝石が消えていました。しかもお姉さんは帰り際その宝石を堂々とつけて帰っていくものですから、最初は目を疑いましたよ。私の部屋の鍵が壊れたのもお姉さんが帰ってきた時でしたし。そんなのたまたまあなたと私が持っている宝石やバッグが似ていただけでしょ。問い詰めた時もお姉さんは言いがかり、これは私のと同じことを言っていましたね。逆切れしてくるだけじゃなくて、難癖をつけて物を欲しがる子供みたいに私を扱いました。でも家族ですし、いつかは和解できると信じていたんです。血がつながっていなくとも家族になれると思っていたから。本当はずっとお姉さんに制裁したかったんですよ。でも私を娘のように接してくれるお父さんを悲しませたくなくて、ずっと耐えてたんです。ならこれからも耐えなさいよ。こんなことにも耐えられずに泣き言を言うなんて、意識が甘いんじゃない？疑似一家で苦労する嫁なんてどこにでもいるのよ。いや、苦労させてる本人がそれを言いますか。今回の件でお父さんが言ってくれたんです。好きにしたらいいって。だから私も我慢をやめました。もう容赦はしません。昨日の件も含めて警察に被害届を出すので、そのつもりで。弟嫁のものは私のものだし、なんで被害届を出されないといけないわけ？年下のくせに義姉を敬えないなんて最低。敬えるところがどこにもないので敬えないだけです。うるさい。あなたがバカすぎて私の素晴らしさがわからないだけでしょ。でも被害届を出したところでどうせ示談になるんだし、その時はあんたの宝石を売らせてもらうわ。まあ、あんたに騒ぎを起こす勇気なんてないでしょうけど。その態度がいつまで続くか楽しみです。お姉さん、昨日は味噌汁をかけられた件で被害届を出しましたが、盗まれたものをちゃんと把握したので、窃盗の被害届も改めて提出しました。私を見くびっていたこと、後悔してくださいね。本当に出したのね。わざわざ無意味な努力をご苦労様。証拠もないし妄想で警察に行くなんて頭大丈夫？考えなしのお子様だからそういうことができるんでしょうけど、痛々しいったらありゃしないわ。今から調査なので、犯人がお姉さんと特定するのには時間がかかるでしょうね。私は犯人じゃないもの。特定も何もないわ。そうですか。このことはお兄さんにも伝えておきましたから、犯人でないことを祈っていますね。え？なんで夫に伝えるのよ。伝える意味がわからないわ。家が調査されるかもしれませんし、あなたが証拠を売りに行くのを防ぐためです。あなたは今容疑をかけられた犯罪者なんですよ。自分の立場もわかっていないんですね。私は無実よ。やましいことは何もしてないもの。なら堂々としててください。何もなければお兄さんから離婚されることもないでしょうから。え？お姉さんも自分で言ったじゃないですか、お兄さんはエリートだって。エリートな人間に犯罪者の妻なんて必要ないじゃないですか。残念ながらお兄さんはお姉さんの無実を一切信じていないみたいなので、仕事帰りに弁護士を探すって言ってました。旦那様からも信頼がないなんて。夫婦の問題といえど、どんな生活をしていたらそうなるのか呆れてしまいます。ふざけないで。エリートの夫から捨てられたら困るのよ。離婚されたら誰も私を敬ってくれないじゃない。
花から誰もあなたのことなんて敬っていませんよ。分相応の立場でつつましく生きて罪を償ってください。もう二度と好き勝手生きていけると思わないことですね。いやよ、こんなの嘘よ。嘘に決まってるわ。ちょっとお父さん、なんであんな弟嫁に味方するのよ。私は実の可愛い娘でしょ。あの女は弟嫁の分際で私に逆らったの。父親としてガツンと嫁をしつけてよ。私の娘は茜さんだけだ。え？なんでよ。私が娘でしょ。お前は私の娘じゃない。確かに血は繋がっているが、お前は私たち親とも思っていないだろう。そんなことないわ。お父さんもお母さんも大事な家族よ。なら雅子、お前は娘らしいことを何かしたか。母さんが体を悪くした時にすぐに駆けつけたのは茜さんだったぞ。それは時間が合わなくて。そうだったな。お前は時間ないし追い先短いんだから別に会わなくていいじゃんと言って近くだというのに見舞いにさえ来なかった。茜さんは毎日欠かさず来てくれたのにな。仕事もあっただろうに。あの女が暇人だったってだけでしょ。見舞いに来ただけで恩着せがましいやつね。お父さんはあの女に騙されてるの。ちょっといいことをしたら過剰なくらい話を持って周りから称賛されようとしてるのよ。彼女は実際称賛されることをしているぞ。足を悪くして介護が必要になった母さんの面倒を見るために仕事まで辞めて同居してくれた。結婚したといえど他人の世話を一生懸命やってくれて頭が下がるばかりだ。お前とは違ってな。だってエリートの嫁になった私には介護なんて無縁の話だし、絶対やりたくなかったんだもん。それにそういう雑用は弟嫁の務めでしょ。親の世話を雑用というのか。お前は、茜さんはずっと母さんだけじゃない、私のことすら気にかけてくれていたんだ。お前たちが大きくなってどんな風に接していいかわからず悩んでいたら茜さんが取り付いてくれてな。ずっと溝があったが家族関係は今は良好になったと言える。それもこれも全て茜さんのおかげだ。家族がまとまったのはお父さんが歩み寄ったからでしょ。お父さんが努力して変わったんだから、あの女の功績なんて一つもないわ。まだ言うか。いい加減にしろ。え？お前は肝心な時には何もしない。帰ってきても手伝いすらせず、茜さんにあんなことをしたんだ。人として教育を間違えてしまった。これは私の責任でもある。だからしっかりとけじめをつけるぞ。けじめ？もう雅子のことは娘とは思わない。お前は赤の他人だ。さっさと自分の家に帰って二度とうちに来るな。今後一切の援助もしない。これから先は一人で生きていくんだ。え？そんな、縁を切るだなんて冗談よね。そんなことされたら私はどこに帰ればいいって言うの？ねえ、お父さん、ねえってば、私を助けてよ。茜さん、雅子が逮捕されたよ。茜さんだけでなく、知り合いや友人の私物も盗んでいたらしい。証拠はかなりあるそうだから、言い逃れはできないそうだよ。お父さん、ご連絡ありがとうございます。私にだけひどいことをしてるのかと思っていましたが、よそ様でも同じようなことをしていたんですね。本当にすまない、茜さん。私がもっとちゃんと娘を見ていたら、こんなことにはならなかっただろう。私が父親として至らなかったばかりに。お父さんのせいではありませんよ。確かに子は親を見て成長します。ですが、子は親のコピーじゃないですし、ましてや、成人してからは本人の責任です。しかし、そんなに落ち込んでいたら、これから生まれてくる孫が不安になりますよ。え？お父さんはずっとお姉さんの件で動いていたので、報告が遅くなってしまったのですが、実は、お母さんの足の容態が随分良くなったんです。だから、その、お母さんとも話し合って、ヘルパーさんたちを頼りながら、そろそろ子供を迎え入れようと思うんです。私も、お父さんたちに孫の顔を見せたいですから。本当か？ああ、茜さん、君は本当にできた人間だよ。義母の介護で手一杯のはずなのに、孫のことまで気にかけてくれて、本当にありがとう。そんな、お礼はやめてください。私だってこれから苦労がたくさんあるでしょうし、ご迷惑をかけてしまうかもしれません。ですが、
どうかお力を貸してください。当たり前だろ。これまでの茜さんの恩に報いるよう、私も精一杯手助けをさせてもらうよ。ありがとうございます。私もこれから生まれてくる子供たちに自慢されるくらい立派な大人になりますから。お姉さんは被害届を多数出され、示談金の支払いで借金を負うことになりました。さらに逮捕されたことでお兄さんから離婚を言い渡され、離婚調停も泥沼化。親戚一同から縁を切られたことで天涯孤独となったお姉さんはボロボロの状態で、お金を払うために働いていますが、いいところには就職できずにいるようです。一方私はその後娘を出産しました。お母さんも回復して、今は家がとても賑やかです。お父さんも積極的に娘の面倒を見てくれて、お父さんの顔に笑顔が戻ったことがとても嬉しいです。